かつて、淡路航路と連絡していた、新日光駅田中川線は、大阪府仙南郡三崎町の三崎公園駅から、棚川駅までを結ぶ、南海電気鉄道の鉄道路線である。全列車が、ワンマン運転の2両編成で、三崎公園駅長川駅間を往復する、船内折り返し運転の普通車である。平日の朝夕、夜間は、おおむね20分から25分間隔。 平日ピルマと土日祝日は、おおむね30分間隔で運転される。車両は2200系電車が主体で、ごく稀に7100系電車が使用されている。1990年代まで新日光より、大阪湾フェリー、新規海運の淡路航路があり、南馬駅棚川駅間を直通する、マイナス急行から淡路港が1993年まで運転されていた。 淡路号には、初代1系、七0系、七1百系、九0系、2代目1 0系電車が6両編成で、使用されていた。潜水艦や解剖艦を建造していた川崎重工業専修工場への通勤の足として、1944年に開業した。終点の棚川駅のほかに、棚川線が深火の集落に近接して敷設された、ことから新飛町駅も設けられ、 南海本線の南丹野は、講師館にあった新平駅は、旅客営業廃止となった。九百四十八年には、川崎重工業専修工場の船だめを改修して、新日光が完成し、合わせて新日光駅が開業。淡路航路と四国航路が開設され、南波から連絡急行の運転が開始されて、大阪淡路島、徳島間を最短で結ぶメインルートとして、 にぎわっていた。しかし、1970年代以降は、大阪港や神戸港に発着するフェリーや高速船の充実もあって、新日光ルートを利用する旅客は、次第に減少し、1993年に、南波和歌山市間の急行の増発に伴い、連絡急行は廃止された。その後、1998年の明石海峡大橋の開通によって、 旅客や高層車などが激減したため、新碑、海運、徳島フェリーは廃止され、大阪アンフェリーは南海淡路ラインとなり泉佐野港発着に変更されたが、これも2007年1月末で休止となった。ありがとうございます。